昨日ニュースなどで話題になりましたけれども、はい、子どもの貧困率という話また出てきてますよね、うん、調査を始めて子どもの貧困率が最高の数字に達していると、うん、6人に1人ですか。はあ、ね、いつの間にかこんな国になったんですかね。いつの間にそんな国になったのかって、うん、日本ってそんな国だったんか、ね、子どもたちがその貧困な家庭環境のために思うことができない、うん、あるいはまあ進学することができない、いろんな苦しい状況に置かれているという、うん、まあ、そういう数字が非常にこう高まってきているわけなんですけれども、うん、今日はですね、はい、取り上げますのは奨学金問題、ええ、奨学金の話です、うん、まあ、奨学金って私なんかがね、自分があの、うん、学生だった頃のイメージで言うと、うん、奨学金もらうっていう人はもうすごい人で、うん、まあ、家庭のいろんな環境厳しいんだけどめちゃくちゃ優秀で、そうですね、昔のイメージはね、そう、なんかの村で一番できる人みたいな、うん、そういうイメージ、すごい人の話だというふうに思っていて、ごくわずかな人の、うん、話のように私なんかは感じていたんですけれども、うん、今違うんですね。今はもう2人に1人とかね、大学生の2人に1人が奨学金を、もらってるという状況があるんですって、うん、それで なおかつ卒業してもなかなか払える状況にないと、返せる状況にない、うん、学生ローン地獄という言葉までね、取り沙汰されてますけども、今そうして時代は移って奨学金問題というものが社会問題に大きくなってきているんだそうです、まあ、平野さん、伊春みたいにこう返そうと思ったって返せないんだという、ね、うん、状況に追いやられている若い人も多い、そしてそうしたその負担の大きさのために学生ながら夢を捨ててしまわざるを得ない人もいるんだという話で、うん、今日はですね、はい、この奨学金問題に光を当てようと思います、はい、で今実際にこの奨学金問題の負担の大きさに苦しんでいる当事者である学生さんにもこのスタジオにお越しいただいておりますし、この問題に詳しい方のお話も伺おうと思っております、どうか皆さんもですね、ご意見や質問など奨学金問題についてファックス、メールでお寄せになってください。もうすでにですね、あ、うちも、そうなんですよというふうにくださっている方がいらっしゃいますね、うん、オロチさんというラジオネームの方は、我が家の息子、国立大学に進学したんですが、はい、利息なしの、利子なしの奨学金を現在受けてますが、うん、書類を見たら240万円余りの金額が書かれていたのを覚えています。240万円ってすごい金額ですね。そんな金額の話になってるんですか、うん、そういう例もあるんですね、あるいはチャーブカオチチさんという方はですね、いや、我が家の一人娘も奨学金今借りてるんですけど、うん、返済しなければならないということで、なんとか就職しようと、うん、もう就職活動必死です、うん、そのストレスでしょうか、精神的にも肉体的にももうボロボロになっているような状況を家族として見守っています、うんうん、そうなんですね、本当に身近なところでこの奨学金問題抱えていらっしゃるご家族が多いんですよ。40年前に比べて、この授業料も15倍になってると言いますよね。国立大学の場合ですか、ね、15倍って、僕らのだから想像以上にやっぱり経済的な家庭の負担というのは増加してますよね、まあ、お聞きの皆さんの中でも奨学金問題を身近なところで抱えてらっしゃる方、ご自身がそうだという方もいらっしゃるかと思います、さまざまなご意見、ファックスをメール、ファックスでお寄せください。ファックスは 06-6809-9090 6809-9090、 E メールの場合は報道するラジオのホフです。 hou@mbs1179.com hou@mbs1179.com でお待ちしております。
報道するラジオ、今週の特集テーマは奨学金問題、返済に苦しむ若者たちです。今日はまずですね、この奨学金問題にお詳しい方にどういう状況に今なってんのかというところから、ね、話を伺いたいと思います。奨学金問題対策全国会議共同代表の大内博一さんとお電話がつながっております。大内さん、こんばんは。こんばんは、大内です。あ、こんばんは、平野と言います。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。大内さんは中京大学の教員でもいらっしゃいますし、まあ、学生さんの非常に近いところでこの問題を見ていらっしゃるわけですけれども、はい、この奨学金問題って、私なんかはね、疎くてね、どういうことが具体的に問題になってるんだろうかと、そこのところから教えていただけます？今もお話あったと思うんですけど、はい、かつての奨学金はこうとても少数で、経済的に厳しい家庭の出身で、でもとても勉強した人が受けるものっていう、そういうイメージだと思うんですね。はい、だから要するにその一部の本当にこう困っていて頑張ってる人がもらうものっていうふうに考えてる方がいらっしゃると思うんですけど、いや、私の世代なんかではね、やっぱりあの人は奨学金をもらってるんだよって聞いたら、なんてすごい頑張り屋さんなんだろうと、もうその本当学校に一人とか二人とか、そんなイメージだったんですよ。はいはいはい、はい、それが結局その1990年代の後半ぐらいまでは、だいたい 20% ぐらいなんですよ、もらって大学生の、はい、90年代の後半、まあ、2割ぐらいですよね、うん、だからやはりこれでも、まあ、増えましたけど借りてない人がずっと多いですから、うん、やはりその一部の困ってる人が利用してるものっていうイメージだと思うんですよ、うん、それが今では 52.5%、うん、全体の半数以上ですので、うん、これは少数どころか、うん、利用してる人の方が多いわけですよ、だからそれはもう全く違っていて、うん、むしろその奨学金を利用していない方の方が少ないわけですから、うん、だからまた少数の人が利用してるものから、むしろ多数が利用するものに変わったというふうに言っていてます、うん、これは学費がやっぱり上がったせいもあるんですかね。それも先ほど言われたようにその、うん、国立大学の学費は、うん、例えばその1969年ですと、うん、年間1万2000円、月2000円です。で、月1000円、はい。2000円ですね。で、それが現在では、まあ、53万を超えてまして、53万、45倍以上になってます。私の15倍ですと、もう、またさらに。ですから45倍になってるんですけど、はい、それはまあ、もう70年代、80年代に上がってったんですね。うんうんうん、ですから、事業料の値上げが先で、うん、ですけど、先ほど言ったように、1990年代後半に2割だったっていうことは、うん、その頃でも8割ぐらいは利用していないんですよね。で、それはどうしてかっていうと、事業料は上がってたんですけど、うん、同時にその頃までは、うん、これは年功序列と終身雇用の日本型雇用が生きていて、はい、うん、やはりその子供が大学に通う頃には親の年収が上がるっていう家庭が多かった、うんうん、あ、しかしこれはいろんなデータ出てますけど、例えば企業の平均年収は1997年度の467万円から、うん、414万円に2013年下がってますし、うんうん、下がってるんですね。世帯年収でも1990年代半ばにはだいたい660万台なんですけど、うん、はい、2012年には537万ですから、うん、まあ、だいたい世帯年収は100万以上下がってるわけですよ、うん、うわ、だから利用料は上がった、はい、で親の所得がしかもこの15年ぐらい下がって下がった、そうするとそれは学費が負担しきれませんので、うん、奨学金を利用せざるを得ないというふうになった、うん、こう説明していいと思います。うん、そうか、収入は下がるのに大学に行くお金はもう何十倍にもなってしまったという中で、今や半数以上の人が利用している奨学金、はい、でもこれがその奨学金問題と今呼ばれているのは、例えばどういうことで若い世代の人が今困っているんでしょうか。そうですね、一つは、これは先ほどその1990年代 の, その前半までは、
その奨学金を利用する人は少なかったっていうことを言いましたけども、それと同時にこれ借りたとしても、これ1991年のバブルが弾けるまでは、大学卒業の就職は極めて良かったわけです。だから一定の大学を卒業して、これは正規雇用につけないなんて人は、まあ、とても少なかった。ということは、大学を出れば、一定程度の所得が得られるっていうことが、まあ、こう、相当部分を占めたんですね。というのは、借りたとしても、ちゃんとその正規の就職ができて、これ正規の場合、ボーナスがつくってことも多いですから、そうすると頑張ればなんとか返せるっていう、そういう状況ですよね。それが1991年以降、これはもうデータでも、大学卒業しても正規に就職できない。失業とか非正規雇用。それから、これ正規についても最近はボーナスがつかないとか、年功賃金がないっていう、いわゆるこう、名ばかり正規。専門用では周辺的正規労働者っていうんですけど、その比率は上がってると。いわゆる正社員という名前はついてるけれども、実態はかつての正社員のようなものとは全然違うわけですね。そうすると、借りたお金を返そうと思っても、返せない。でこれも誤解あっちゃいけないので、これもデータがあるんですけど、これは大学を卒業した後、奨学金を延滞している人の 80% 以上が年収300万未満なんですよ。だからやはり お金がこうたくさん取れない人が、延滞せざるを得ない。だからこれは本人が返す気がなくて返してないんじゃなくって、返そうと思っても返せない人が大半だっていうこと、なるほど。大内さん、今日はですね、実際に今大学に通いながら奨学金を利用して、今、そのまさに奨学金問題で悩んでいるという女性がスタジオに来てくれておりますので、大内さんもご一緒に彼女の話を聞いて、いろいろお話、また続けてください。まずここでじゃあ、ご紹介したいと思います。大阪大谷大学3年生の安田愛さんです。どうもようこそ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。声聞いただけで皆さん、わ、かわいいって今思いはったと思うんですけど、もうご覧いただいたらもっと、ああ、かわいいって言いたくなるような、ロングの髪で、ね、髪の毛がこう、ま、前髪がこう眉毛のところに揃っていて、ね、なんとも愛らしい、安田愛ちゃんというか、ね、安田さんでございますが、安田さんは今どういう状態にあるのか。まず奨学金を借りてるわけですよね。はい、奨学金を芦永育英会と、あと日本学生支援機構の2つの団体から借りています。はあ、それで いくらですか。月に芦永育英会って貼りました。まずはそこからいくらですか。月5万円借りています。月5万円、でもう一つのところは何というところでしたっけ。日本学生支援機構というところから12万円借りています。日本学生支援機構、これは平野さん、いわゆる奨学金と言われて一番大きい組織と思ったらいいんですか。はい、そこから12万円。はい、12万円。これはでも一番、最大限の金額じゃないですか。12万円と、はい、これは最大限です。ということは月17万ですよ、合わせて。すごい金額ですね。はい、この月17万円の奨学金借りるというのはどういう事情でそれだけ借りなければいけなくなったんですか。と、ね、薬学部に行きたくて。薬学部、はい、薬の、そうです、薬剤師さんになる学校ですね。うん、薬学、はい、はい、高校生の頃から薬剤師になりたくて、で薬学部に進学したんですけど、年間の学費が200万円で、年間200万、はい、で全て奨学金なので、それだから月17万円借りてギリギリ払えるといった状況で。薬学部だと6年ですか。はい、6年生です。ただ年間200万のところに入ろうと思って、はい、まず、まあ、自分の力あるいは保護者の方の力でね、どれだけ払えるかって考えるじゃないですか。はい、でその時に、まあ、親御さんや保護者の方ってなるんでしょうけど、
ご家庭としてはどういう事情でどういう話になったんですか？私の家が、母が障害者で働けずに障害者年金で生計を立てていまして、で姉も自分の奨学金を抱えていて、家に少なくあるんですけど家にお金を入れながら生活していて、私の学費までは回せないということで、お父様は父と母と私が小学校の時離婚しまして、小さい時に、お父さんとはもう離れてはるわけですね、で、じゃあ小さい時からその愛さんたち姉妹をお母さんが、お母さんの障害者年金で持ってなんとかこう育てて一家を営んできたっていう、そういうご家庭だって思えばいいんですか？そうです。はあ、それは正直なところしんどさはどうでしたか？子どもの頃からそのずっといろんな体験はあったと思うんですけど。はい、小さな頃からのやっぱ周りとの格差は感じています。感じてた、まあ、あの辛い話で申し訳ないけれども、例えばどんな時にね、ああうちやっぱり家計しんどいなって思うようなことはありました？小学校から中学校に上がると、お弁当になるんですけど、私母が障害者でそもそも料理ができないので、私は本当おにぎり、自分で作ったおにぎりだけでも友達はすごい可愛いお弁当を持ってきていたりとか、一番そこがひしひしと毎日感じながら学校に通っていました。ああそうか、そうですね、家計のやりくりという面でも、お料理をするという面においてもやっぱり友達との違いというのをいろいろ感じたわけだ、でその時に高校生にまあなって、次どうするって悩むとこですよね、さあそこでどう考えはったんですか？と、母がやっぱり障害者なのですごい薬をたくさん飲んでいて、幼いながらにどうにかしたいと思ったんです、母の病気を。それがきっかけで薬剤師になりたいなと思って、薬学部への進学を決めました。で薬学部っていうのはやっぱりあの文系よりはずっと、そうですね、今のお話だと200万でこれ6年間というと ね、1000万円を超えるお金です。簡単に考えても1200万円ってことになる、まあ、あの薬剤師さんは就職率はね、非常に高いから、卒業後の生活はそんなにね心配ないんでしょうけど、たちまちだけど今はねどうしていくかというのはすごい、あの精神的にもね負担だったでしょうし、で今はもうちょっと変えられたんですか進路は？はい、3年生の前期まで薬学部で勉強していたんですけど、大学の、留年率とか、あとその国家試験の合格率を考えて、あまりにもちょっと低かったので、このまま奨学金を借りて薬剤師になれないっていうことを考えると、私の家では絶対に返していけないと思って、大学の違う学部に転学させてもらいました。薬剤師になろうと思って薬学部に入っていて、3年間学んだけれども、将来言うたら奨学金を返さなきゃいけない額を考えて、で国家資格として薬剤師になれるかどうかみたいなことも考え合わせて、薬学部を辞めたって話ですか？あの1200万先ね、単純に計算したら毎年200万で6年で1200万ですけど、これって利子というか、プラスアルファされるんですか？1200万を返せばいいんですか？どうなってるんですか？1200万は利子がつくんです。利子がつくの、どれぐらいつくんですか？足長育英会は無利子なんですけど、日本学生支援機構はだいたい 3% の利子が、 3% の、 3% もつくんです。それは最大ですよね。その2つ選択肢があって、固定利子で私は 3% なんですけど、あともう一つ返す時の変動型で、返す時によって変わるっていうのが2つあります。何年間で返すとか、そういういろんな選択肢はあることはあるけれども、今は 3%、 はい 3% ですということで借りているんですか？はい。でそれで考えると返済額合計ってどれぐらいになるとか、そういうことはもう分かってるんですか？高校生から借りている分を
合わせると1500万は超える。もう一回言って。1500万1500万は超える額を返さねばならなくなる。はい。それは大学を出て仕事してからですね、社会人になってから、はい、はあ、あのこのあたりのところをですね、奨学金問題対策全国会議共同代表の大内さんに再び伺いたいと思います。大内さん、はい、今の安田さんのケースですけれども、はい、せっかく薬剤師さんを目指してらしたんだけど、はい、社会人になった時に1500万返さなければいけないという重圧を考えて、夢を断念したという話ですよね、はい、いや私なんかそんなもったいないことと思いますが、はい、大内さんからご覧になったらこのどうなんですか、 3% というその利子の話もありますし、どうご覧になります。そうですね、安田さんのような例は少なくなくて。少なくないですか。いろんなところで起こってますね、はあ、だから例えば薬学部で有名な大学の付属高校に通っている生徒さんでも、うんうん、要はその入ろうと思ったんだけども、さっき言った年間の200万、6年間で1200万ですね、うん、ということはそれはもう払えないので、うん、大学の時にもうその入る時に自分のしたいことを諦めてっていう、別の学を選ぶってことはよく起こっています。で、薬学部は問い上げ文化系よりも授業料は高いですから、だからその時にやはり今言ったような奨学金がまあ貸与、別に返さなきゃならない、かつ利子がつくっていうことですね、この3%だと。で 3% ってのはその最大の利率だから、これ最大の利率ですよね。 1% ですけど、それだって多分12万円ですと、はい、600万ですから、あ、多分返還総額は700万を超えますよね、日本学生支援機構だけで。ですからこれ奨学金が本当は進路を、経済的に厳しいうちの出身の子どもの進路を保証するもんじゃなきゃいけないのに、むしろ返還のことが心配になって本人が諦めることにつながっちゃう。だから私は今の奨学金は奨学金の役割を果たしていないと思うんですよ。うん、それが問題だと思います。奨学金の役割を果たしていないっていうのは、つまり奨学金は本当はそれを利用して自分のこう行きたいところですよね、行きたい進路を選ぶためのものですよね。でも日本の場合にはほとんどが貸与かつ有利子なので、あ、利子がつくんですね。そうですね、だから、はい、例えばこれはアメリカヨーロッパでは、はい、原則奨学金ってのは給付なんです。給付っていうのは、返さなくていいってことですか。そうですね。え、貸すだけじゃなくて？もうアメリカも6割は、給付です。英語でスカラシップっていうのは、原則は給付なんです。だから日本みたいに貸してるもの、返さなきゃならないものを奨学金で呼んでる国は他にないんです。まあ私先ほど言いますけど、ローンですよね。そうだから、日本はローンのことを奨学金と呼んでる。あ、実態はローンになってしまってる。返さなきゃならないから。でも世界の、常識は、はい、奨学金は原則給付で、うん、それに貸与を付け加えるってことはあるんですけど、条件ですね。その条件、日本の場合はその、全体の奨学金の8割を占めてる日本学生支援機構の奨学金が、はい、全て貸与ですから、うん、だからかつてはね、日本学生支援機構、日本育英会ですけど、うん、日本育英会で小学校中学校高校の教員になったり、うん、大学の研究者になると数年間勤務したら免除されたんですよ、うん、ね、こういう方今リスナーの方で、うん、ただの仁さんという方はね、私も学生時代日本育英会の特別奨学金をもらってました。当時としては結構な額でしたよって。教員にその後なれば返さなくてもよかったもので、私は返還はしていませんが、もし教員になっていなかったら一生分のローになるところでしたっておっしゃってますね。そうです。だから戦後長い間、はい、日本学生支援機構の前身の日本育英会の奨学金というのは、うん、これは戦前からの流れがありましてね、うん、つまり経済的に厳しい出身のうちの子でも学校の先生になって、うん、日本の教育を良くしてもらいたいということで、奨学金の免除書が続いたんですね、うん、でそれが1998年に廃止されて、大学の研究者についてもそれがあったんですけど、2004年に廃止されて、うん、今どんな職業についても返さなきゃなりませんから。だからかつては一部には給付が
的なものがあったんですけど、うん、今あの現在の日本学生支援機構には給付はないんです。あの、ね、ということは必ず返さなきゃならない、返さなきゃいけない。いや、ラジオネームアンケラソーさんっていう方は確か OECD 加盟の国で大学授業料の無償化もなく給付制の奨学金もないのは日本だけちゃいますかって。あ、大内さんおっしゃってるのは、ね、そういうことですね。つまり OECD34 カ国あって、はい、その中の17の国は授業料が無料なんです、うん、へえ。でその残りの17のうち16の国には政府レベルの給付型奨学金があるんです。返さなくていい奨学金。そうですね。で、だから事業料が有料で、政府レベルの給付型奨学金がないのは34カ国で日本だけなんです。本当ですか？はい。あらまー。あ、そうなんだ。だから世界ではもう常識から完全に外れてる。へえ。それで先ほど2004年で制度が変わったというのをおっしゃってましたけど、はい、これは私聞いてるのは この年に民間金融の手法を取り入れたんですよね、回収率を上げるために。だからその猶予期間なんかも結構厳しくなったんですかね、返済の。そうですね。一つはその有利子がこれかつては利子付きはなかったんですね、うん、これが有利子が1984年に入って、はい、それから1990年の後半からこう有利子がどんどん増えるって形になって、で2004年に日本育英会が独立行政法人の日本学生支援機構になったんですね、うん、でその日本学生支援機構になるとそれはこう財務省からちゃんと債権を回収しろっていう、まあ、圧力がかかるようになって、それまでは割とこう奨学金ですから、うん、やはり本人が仕事がなかったりとか、うん、あるいはその病気になった場合とかは、うん、とてもその日本育英会は配慮してたわけですよ、だから、まあ、分かりやすいと そんなに厳しい取り立てをしていなかったんですね、それがその日本学生支援機構になって財務省からそういうふうにこう言われ、うん、なおかつ、2007、8年ですね、当時の与党からやはりその回収率が悪いには良くないという形になって、うん、回収自体を民間の債権回収専門会社に委託するようになった、うん、そ今はもう、すいません、それは民間でいうところの取り立て屋さんですか？そうなんです。でそれが、数ヶ月すると必ず来ますの で、うん、でこの債権回収専門会社は債権回収が仕事ですから、うん、だからさっき言ったみたいなその本人の状況を考慮してその待ってくれるとかじゃないわけですね。回収することは仕事ですから、うん、ですからこんなに厳しくなったのは2008、9年ぐらいからです。なのでかつての日本育英会とか日本学生支援機構の奨学金を知っている方は、奨学金といえばそれはなんかやっぱりこう普通の借金とは違って、うん、いろんなことを考えてくれる優しいもんだっていうかな、うん、ある種その取り立ての厳しいもんじゃないってイメージを持たれてると思うんですけど、もう2008、9年から極めて厳しい取り立てが行われるようになって、まあ、容赦ない取り立てが行われているという、うん、大石さん、ちょっと手元にね、レポートがあるんですけど、たった2ヶ月滞納しただけでブラックリストに登録するという催促状が届いたというケースまであったというふうに聞いた。これはこういうことは本当曲がり通ってるんですか？もうブラックリストに乗ります。でたった2ヶ月情報機関に登録されると、住宅ローンが組みにくいとか、うん、クレジットカードが作れないとかっていうことは起こってるんですね。だから極めて厳しい取り立てが行われてる。大内さん、はい、延滞したらどうなる、あるいは取り立てみたいな話の実態をですね、うん、ちょっとコマーシャルを挟んで、はい、詳しくまた教えていただけますか？はい、わ、はいはい、かりました。今日は奨学金問題に迫っております、はい。今日の報道するラジオ特集テーマは奨学金問題、返済に苦しむ若者たちです。今日は奨学金問題対策全国会議共同代表の大内博一さん、そして実際に今本当にしんどい思いをしながら頑張っている大阪大谷大学3年生の安田愛さんにも来てもらっています。大内さん、
はい、リスナーの方からやっぱりいろいろと厳しいご意見ももちろん来てまして、ここはまず安田愛さんにもこれは、答えてもらおうと思うんですね。大石さんもお聞きになってください。安田さんは先ほどいかにご家庭の事情が厳しいかという話、はい、そして奨学金を、今借りながら頑張ってるんだけど返す将来返せる自信がないからやりたかった夢を捨ててしまうているという話まで聞いたんですけども、はい、こういうリスナーの方がいらっしゃる。そもそも大学に行く必要があるんかと。はい。高校のトップクラスの人だけ行ったらええやんかと。それも中に漢字読めないアナウンサーもおるやろうとか、その大学行くのにどんだけの意味あるやろうっていうこともね、はい、この方書いてらっしゃる。このそんなに苦しいんだったら、はい、なんでそんな高い授業料払ってまで大学行かなあかんねんって、はい、こういう意見はかなりあると思うんですよ、はい。どう思います？いや、もうもちろんそうだと思うんですけど、今は本当に大学に行かないと職がない時代で、高校卒業して就職した人もたくさんいると思うんですけど、はい、やっぱり生涯ね、生涯賃金がもう1億円以上違うんですね。一生涯で得る賃金が1億円以上違う。はい。で、統計として、高卒の家の子供は高卒になりやすいとか、やっぱ貧困は受け継がれる連鎖があるので、やっぱ私はここで断ち切りたいと思って大学に行くことを選びました。大内さん、はい、今のお話、実際今年この間卒業した高校生の皆さんの就職率というのは、バブル崩壊前ぐらいにまで戻ってきててよくはなってるんですね、就職内定率はね、だけどその今生涯年収という話がありましたね、はい、そんなに差はあるんですか、大卒と高卒で。それは今のところデータでは差があるってのは本当だと思うんですけど、それだけじゃなくて今のその就職率って言われてますけど、求人数は、これは率は上がってますが、それ希望者も減ってるからで、求人数自身は1992年の167万から、現在はもう20万前後ですから、高卒就職って8分の1に減っちゃってるんですよ。だから 80% 以上ダウンしてます。で、確かにその東京とか東海地区近辺では若干ですけども、はい、これ北海道、東北、それから四国、九州では、おそらく地域によっては高校卒業の正規雇用はないですよ。そうですか。ほぼ消滅だと思います。だからまずはその高校卒業で仕事に就けばいいじゃんっていう方は、その高校卒業の求人数の変化をご存知なのかっていう、それが非常にこう統計的に見ると、1990年前後のその、エリコノミしなければ高校卒業でも仕事は見つかったっていう時代から、ほとんどもう正規雇用がないっていう状況になっている。だからそもそも高校卒業で仕事に就けってことは、ある地域によってはもう正規にはつけませんよっていうところまで悪化してると思いますけど、あるいはね、ラジオネームやすさんという方がおっしゃってるのはね、もうそんなにしんどいんやったら最初からお金のかからない学部受験すればよろしいやんと。私の場合やったら最初から、夜間大学を選んで自活しながら通ってました。もちろん学費は昼間働いた金で払ってました。自力でなんとかできないんだったら最初から奨学金を借りるというようなところ手をつけるべきじゃないと思います。ってこういうご意見もあるんですよ。大内さん、どう思われます？まずその夜間の学部自体がどんどん減ってますし、減ってるんですね。減ってますから、それからあと特に安田さんの場合には夜間部を志望してるわけですね。そうなんですよね。多分夜間の夜間部ってほとんどないと思うんですよ。そうか。だから学部によってはもう夜間の学部に行ったらその学部自体を選べないので、それが問題なんじゃないでしょうか。あとおそらく聞いてる方にぜひお伝えしたいのは、日本はもう先進国の中では大学進学率はとても低い方です。低いですか？そうです。1980年代ぐらいまでは日本が 30% で、ヨーロッパ諸国は 14、15% でしたから、確かに日本はヨーロッパと比べても
シンガーズが高い国ですけども、うん、今ほとんど EU の平均は60から70ですね、うん、日本は4年世代が 50% ですから、うん、アメリカもまあ6、7割いってますので、アメリカ、ヨーロッパと比べると日本は大学に行かない国になってしまってる。だからかつてのイメージを持ってる方は大学は一部のエリートが行くっていうふうに思われるかもしれませんけども、うん、今先進国世界の常識は、7、8割が4年制大学に行く。で、むしろ大学にたくさん行くことによって労働力の平均的な質を上げなければ、うん、情報化社会とか知識基盤型社会ではやっていけないんだっていう話になった。で、なんでアメリカとヨーロッパの進学率が上がるかっていうと、ヨーロッパは学費は無料のところが多いので、うん、どんどん上がる。アメリカは高い授業のところありますけど、給付型奨学金があるから上がる。日本は授業料が高いまんま奨学金が悪いですから、なかなか大学進学率は上がらない。だから日本で大学が多すぎるとか、うん、大学生が多すぎるっていう主張は世界から見るととても不思議な議論。そうなんですか。だからそれはとても他の国際的な情報が日本の中に入っていないので、かつての日本の一部の人しか行かなかったっていうことを覚えてらっしゃる方がそうおっしゃるんでしょうけど、もうオーストラリアは 90% 超えてますし、ほとんどの国が先進国は日本よりも大学進学率は高いんですよ。資源のないその労働力の質しか勝負できない日本で、こんなことやってて大丈夫なのかっていう私は思いますけど。で、先ほどの話にもありました、その奨学金を借りて今度社会人になった時に、うん、まあ、返していかなきゃいけないわけですけど、うんうん、それが返せない人が増えている。で、延滞した時にどうなるかです。わずか2ヶ月でも大変なことになるって話でしたね。例えばどういうケースがあるんでしょうか。延滞してしまう。一応延滞をした場合に、延滞をしない方がいいんですけど。それはもちろんですよ。延滞するとですね、おそらく3ヶ月で延滞した情報が個人信用情報機関に登録される。で、それを登録されると延滞が解消してからも、5年間は登録されたまんまとなってしまう。ブラックリストに載るわけですね。クレジットカードとかローンが組みにくくなると。で、4ヶ月経つとさっき言った延滞債権の回収を債権回収専門会社に委託されますので、うん、債権回収専門会社から連絡が来ます。その取り立ては厳しいものなんですか。どんなもんなんですか。そうですね、まあ、9ヶ月経ったらもう法的措置になって、うん、簡易裁判所なんかから督促の申し立てきますから。だからやっぱり大学を出てちょっとの学生ちょっと出た社会人が、うん、裁判所から督促が来たら驚くでしょうし、それから、まあ、職場に電話がかかってくるってのも困るんじゃないですかね。だけどやっぱりあの人なんかあるらしいとかなるし、いくら奨学金でもやっぱ借りたら返せが、まあ、普通でしょっていう私の考え方はどう。どうなんですか。借りたら返せだから、遅れたらそれなりのペナルティがあるっていう考え方もあると思うんですけど、なんでまたそんな遅れるようなことになってしまうのかね。多分、だって大学を出ても、うん、まあ、今大体20代30代、まあ、全体の半数は非正規ですよね。そうですね、で、非正規ということはまあ、はい、10万前後、この間埼玉県の30代の男性が正規で月給11万って来ましたけど、10万円前半みたいなことが起こっていて、部屋を借りたらどうなります？だから非正規の場合にはもうその月に2万円3万円の返還は極めて困難で、私が見た感じだと正規であっても新卒の自宅外通勤の場合はほぼ無理だと思いますよ。多分学生に家計簿書かせると、はい、おそらく17万8万程度で、自宅外で通勤すると、月に2万円以上の奨学金は返せない。なのでもう最初から返せないんですよ。ですからそれは別になんか借りたものは返すのは当たり前じゃない。先ほど言ったように、こんなに取り立てが逆に厳しいんですから、返せる人は返してるんですよ。つまりこれだけ取り立てを強化してるのに延滞が減らないってことは、それはもう完全に若年層、若い人たちが貧困になっていて、返そうと思っても返せなくなってるんです。
今日は大阪大谷大学3年生の安田愛さんにも来てもらってますけど、安田さん自身のこれからの将来ね、不安なこといろいろあると思うんです、はい、今どんなことを思ってますか？はい、やっぱり私も返済はすごい不安 で、うん、で、まあ、それがきっかけで学科を変えたんですけれども、薬学の夢を絶ったんですね、はいはい、うん、それでも私は、大学卒業してだいたい700万円の借金を抱えることになるので、うん、月4万円ほどの返済があるので、うん、それ10年とか20年とかかけるんですか？20年です。20年かけて月4万、はい、ああそうか、ね、40代半ばになるんでしょうね、うん、はい、そこまでずっと月4万、はい、重たいですね。人生のスタートでね、もし就職そのままできてもね、はい、4万円というお金はなかなか、あの今の時代生まれませんよね、うん、その月4万返せるだけのお給料の仕事につけるのかどうなのか、うん、はい、そのあたり安田さんや周りの、ね、お友達も含めてどんな話してますか？そうですね、やっぱり奨学金を抱えている友達は、うん、みんなより、まあ、今3年生なんですけど、うん、もうこの3年生の時点から、うん、そういう就職に強い資格を取ったり、うん、やっぱ人一倍努力しないと返していけないなっていう話はよくしてます。うーん、大内さん、はい、若い人たちにこんな思いをさせてるんですね。そうですね、やはりあの大学生のこう半数近くが、うん、その年収以上の借金を背負って社会に出るっていうのは、うん、日本の歴史の中でも初めてで、うん、だから卒業しておめでとうとか言ってますけど、うん、おめでとうって言われた瞬間に何百万の借金を、相当数の大学生が背負っていて、しかも今出たように、うん、返還に20年ですから、うん、一回もこう滞ることなく返還しても43歳ね、ですのでそこまでマイナスは終わらないっていう、つまり例えば病気で、うん、まあね、就職できたとしても、ね、病気で例えばその仕事できなくなったりっていうことは誰にでもあり得ることです。そうですね、しかも今雇用が不安定ですから、20年間入ったところで続くって方がむしろ珍しいでしょ。いや、その会社がどうなるかなんてね、必ずどっかで変わるとか、うん、あるいはこう人生の中で困ることあると思うんですね、うん、そこでちょっと間違えるとすぐ会社が変わってしまう、うん、うん、ですからこの長期その高くてなおかつ長期にわたる返還というのは極めてこれからの若い人の将来に、うん、暗い影を落とすと思います。たと、これ返せたとしたって、はい、これ奨学金や理由で結婚できないとか、うん、子供は産めないっていう人はたくさん出てますので、うん、これ少子化とても深刻ですけども、うん、私はこれ奨学金を改善しないと少子化問題は解決しないと思います。これ文部科学省はもう当然今の現状を知ってると思うんですけどもね、去年から、まあ、検討会いろいろやってるみたいなんですけども、取り立てをいかにこう確実にするかという論議ばかりで、そうですね、こういうその、まあ、本当に困窮している学生を救済するという論議があまり広がってませんよね、今の政府は。そうですね、やはりそこがとても不十分だと思いますね、うん、やはりこう性悪説っていうかな、うん、本人に責任があってっていう、しかし、うん、もうすでにこう10年ぐらいにわたって取り立ての強化してきてるわけで、うん、それでもこう延滞者が減らないっていうことは、うん、それは無理を強いてるわけですよね、うん、まあ、構造的な問題です ね、構造的な問題なんですね、うん、その個人が悪いじゃなくて、うん、さっき言った通り親の所得が下がって学費が高いままですから、うん、借りざるを得ず、しかも卒業後の就職とその仕事が極めて厳しい状況に置かれてますので、うん、そういう点ではかつての状況とは全く違いますから、うん、もし、はい、この社会の将来を考えるのであれば何らか の改善の措置がないと、そうですね、本当に多くの若者が苦しむことになると思います、はい、今日は奨学金問題対策全国会議共同代表の大内博一さん、そして大阪大谷大学3年生安田愛さんに話を聞かせていただきました。お二人本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。